カンナエの戦いは、紀元前216年8月2日、アプリア地方のカンナエで起こったローマ軍とカルタゴ軍の戦いである。第二次ポエニ戦争における海戦の一つでハンニバル率いるカルタゴ軍がローマの大軍を包囲殲滅した戦いとして、戦史上な高い、2倍の敵を包囲、殲滅した衝撃的な勝利であった。カンナの戦いとも表記する。 2018年10月1日にも同じ場所で戦闘が起こっており、これも館内の戦いと呼ばれる。これは東ローマとノルマン人の間で行われた戦闘で東ローマ側が勝利したものである。紀元前218年、アルプス山脈を越えてイタリア半島に侵入したカルタゴの将軍ハンニバルはトレビア側の戦い、トラシュメヌスコハンの戦いでローマ軍に 甚大な被害を与えた。ローマの元老院は、急遽ファビウス・マクシムスを独裁官に任命し、戦力を再編する時間を稼ぐことにした。ファビウスは、ハンニバルとの決戦を巧妙に避け、自給作戦を展開して、カルタゴ軍の消耗を待った。しかし、ハンニバルによって、イタリア全土が略奪にさらされると、ファビウスの、そうした姿勢は臆病だと指摘され、 決戦を望む声が湧き起こった。これを受けて、ローマの元老院は、ファビウスの任期が切れると同時に、ルキウス・アエミリウス・パウルスとガイウス・テレンティウス・ウアロの両名を、失政官に任命し、積極策に転じた。両失政官は、約8万人の軍団を率いて、ハンニバルの迎撃に向かった。パウルスは、ハンニバルとの正面対決を避けるべきだと、主張していたが、ウアロは、 決戦を望んでいた。紀元前216年8月2日、南イタリアのアプリア地方の館内付近で、ローマ軍とハンニバル率いるカルタゴ軍約5万人が退治、当日の最高指揮官であるウアロが決戦を挑んだ、ため、館内の戦いが正規した。この戦闘に参加した両軍の兵力及び夫人は、以下のようなものである。夫人、序盤戦法位完成、失勢官、 パウルスの最後戦闘開始と同時に、ローマ軍の重装不評は、カルタゴの不評戦列を突破するために前進した。ヒスパニアガリア不評は、少しずつ押されていたが、弓なりの配置のおかげで、ローマ軍中央の前進速度を、多少緩やかにすることができた。その間に、カルタゴ軍左翼のヒスパニアガリア騎兵が優勢な、戦力で、ローマ軍の右翼騎兵を圧倒し、これを回送させた。 一方、カルタゴ軍右翼のヌミリア騎兵とローマ軍左翼の同盟国騎兵は互角の戦いを繰り広げていた。自軍の戦列中央が圧倒されつつあるのを見た。ハンニバルは両翼のカルタゴ不評を前進させ、ローマ軍戦列の両翼を押し込んだ。一方、ローマ軍の右翼騎兵を改装させたハスドルバル式下のヒスパニアガリア騎兵は直ちに方向を転じ ヌミディア騎兵と交戦している同盟国騎兵を背後から攻撃した。戦力的に劣勢となった同盟国騎兵はほどなく回想を始めた。カルタゴ騎兵は逃げる同盟国騎兵を追わず、ローマ軍中央の後方へ回り込んだ。ローマ軍の中央戦列はほとんどカルタゴ軍中央を突破しかけていたが、戦列領域はカルタゴ不評が優勢であり、 その方面のローマ軍は前進することができなかった。この時点で、ローマ軍中央は V 字になりつつあった。そこへ、両翼のローマ軍騎兵を回送させたカルタゴ軍騎兵が後方を攻撃した。後方を突かれたローマ軍は、パニック状態に陥って極度に密集したため、中央の兵は圧死するものまで現れた。前方をガリア不評、両側面をカルタゴ不評。 後方をカルタゴ騎兵によって完全包囲下に置かれたローマ軍は逃げることも中央突破もできずに殲滅されることとなった。この戦闘でローマ軍はおよそ6万人の死傷者を出した。また野営地に残されていた1万人はカルタゴ軍に降伏し捕虜となった。その日の最高指揮官であるウアロは戦場から逃れたが一方の指揮官であるパウルスは戦死した。 また、中央の指揮を任されたセルイリウスも戦死し、他に約80人の元老院議員が戦死した。当時の元老院は最大でも300人を超えなかったため、4人に1人以上が死んだことになる。一方のカルタゴ軍の損害は6000人ほどであり、その大半は戦列中央のヒスパニアガリア兵だった。このように、この戦闘における、 ローマ側の人的損失は甚大なものであり、ローマ市民及び元老院に大きな衝撃をもたらした。この大敗北の後、ローマはハンニバルとの正面決戦を避け、地球戦に持ち込むことにした。ファビウス・マクシムス、マルクス・クラウディウス・マルケルスの両名を失勢官とし、攻撃対象をシチリア、ヒスパニアなどのカルタゴ周辺へと変更し、外からの切り崩しを狙った。 さらに、優勢な海軍力を活かして、カルタゴ海軍を脅かし、カルタゴ本国からのハンニバルへの補給を断った。そして、戦力の再編とともに、館内の敗戦の原因といえる騎兵の育成に努め、これが、後のザマの戦いの勝利に結びつくことになった。もっとも、騎兵の調達は相変わらず困難であることに変わりなく、同盟国の牙や、ヌミディア騎兵に頼ることが多かった。 一方のハンニバルは、この勝利によって、ローマ同盟都市が離反することを期待したが、同盟都市の結束は依然として固く、十分な成果は上がらなかった。敵地での補給に苦しむハンニバルは、ローマを攻めずに非欲で、カルタゴ本国とも連絡をつけやすい、イタリア南部へ、主攻を切り替えた。この戦いから、特に包囲戦の有効性が強調されるが、ローマの敗因は包囲されたことにより、 パニック状態になり、有効な組織的対応ができなかったことにある点に、留意する必要がある。もし、ローマ不評が、包囲側の攻撃に耐え、そのまま前進して包囲網を突破し、左右に展開できたならば、逆に過小なカルタゴ軍を包囲できたことになり、全く違った結果となっていたと考えられる。後年、この戦いは包囲殲滅戦の手本とされ、 ドイツ帝国陸軍のシュリーフェンプランや日露戦争の法廷海戦の日本軍もこれを参考にした。また、現代の教書でもこの戦いは重要視されている。この戦術は現在でも有効であり、スターリングラード攻防戦ではソ連軍がドイツの第6軍をこれと同じ戦術で行為殲滅している。しかし、あまりにも見事であるため、多くの軍人が同じ夢見て、 真似をするが、大半は、ハドリアのポリスの戦いのように方囲に失敗し、敗北してしまう例がほとんどである。ありがとうございます。